こんにちは、ムカチャンネルです。はい、今日はソフビではありません。私の動画をね、たくさん見ていただいている方ならわかりますよね。ぬいぐるみの作家さんはジャンクフードオペラさんで、ビールの妖精のビアッカちゃんになります。お迎えしてからの私の動画には常に一緒にそばにいて見守ってくれてました。めっちゃ可愛いでしょう。クオッカワラビーがぬいぐるみになった、まあ、クオッカちゃんっていうのがね、ジャンクフードオペラさんの一番人気のキャラクターであるんですけども、そちらがね、こう頭がビールのこのふわふわのね、非常に美味しそうなビアッカちゃん、一緒にねビール飲んだこともあります。ジャンクフードオペラです。今日ね、紹介するのは、はい、ここ見てください。まだね、未開封であります。うん、ようやく紹介できる。こちらがチキンラーメンちゃんになりますね。もうほら、毛並みがチキンラーメン固めましたっていう感じになってるでしょう。うん、けどね、ほら、このようにクオッカワラビーらしさのね、可愛らしさもありなんですよね。じゃあちょっと開封します。本当にね、もう過去の作品もう見ていただいたらわかると思います。常ね、机の片隅にいてくれてたっていう。うわー、ムカチャンネル。いや、届いたのはだいぶ前、本当に何月だったかな、5月か6月か、なんかそれぐらいだったと思うんですよ。うわー、かわいい。ちょっとね、チキンラーメンのこのもじゃもじゃした感じでね、目元口元が覆われちゃってるんですけども、それでもね、うん、かわいいね。手のね、ここ前ね、ちょんって出してるところも非常にかわいいです。はい、ジャンクフードオペラさんのこのようにね、タグが、こうついております。本物の印です。尻尾も凛々しい。おお、結構、あ、違うわ、ビアッカちゃんよりね、あのチキンラーメンちゃんの方がこう弾力っていうの、硬さがある。全体的に尻尾も硬いもん。ビアッカちゃんはね、どちらかというとこうわたわたしてんの、ふわふわしてるんですけどね。うん、かわいい。あ、ごめんなさい、今日も引っ越しの境の段ボールの上にカメラをね、乗っけてるんで、ちょっとガタつき、すいません。で、この間ね、めいっ子にこの3体ね、見せたら、1体欲しいって言ってたので、またね、ちょっと選んでね、可愛いめいっ子ちゃんに1個プレゼントしようかなとは思ってるんですけども、けどちょっと手放したくなさもありますね、本当に。いや、だって買えないんですもん。あの、ジャンクフードオペラさんのこのビアッカちゃんシリーズのぬいぐるみは、本当に、うわ、可愛い。可愛い、これ。はい、次。こちら、これね。はい、こちらクオッカちゃんのおもちちゃんというところで、あの、ラインスタンプにもね、なってますよね、おもちちゃんは。ジャンクフードオペラさんがお手製の頭巾かな、かぶらしてるんですよね、このおもちちゃんの上に。はい、こんな感じです。もうちょっとね、目はね、こう埋もれちゃってますけど、それもね、かわいい。こういう犬いますよね。何だったかな、忘れちゃったんですけど。かわいい。うわー、すごい。ふわふわだ。めっちゃふわふわ。ビアッカちゃんよりもふわふわ。うん。うわ、わたわたしてる。尻尾はちょっと短いのかな。はい。本物の印のジャンクフードオペラさんタグがついております。あ、おもちちゃんの毛が。おもちちゃんの毛が。うわー、ふわふわしてる。ぬいぐるみのね、保管方法って結構難しいですよね。ホコリとかね、ダニとかね、そういうのをこう、つかずにね、保管する方法ってなんかないかな。飾りながら、かつ状態は綺麗にね、保管したいなと思ってるんですよ。私もちょっとお手製の頭巾かぶらして、おもちちゃんちょっと可愛くしたいな。はい。はい。こんな感じ。うわぁ、可愛いな、これ。なんか絵になるな。これいいな。こういう感じにして、なんかこう待ち受けしとってもいいな。どれが可愛いって、まあもうみんな可愛いけど、やっぱもう思い出はもう私はこうビアッカちゃんかな。めっちゃ可愛いでしょ。全部可愛いけどね。
じゃあもう今後ね、動画で3匹ね、こう出てくると、ちょっとスペースがね、ちょっとあんまりないかわかんないんで、まあ引き続き、ビアッカちゃんなのか、チキンラーメンちゃんなのか、お餅ちゃんなのかわかんないですけども、私の動画では、ビアッカちゃんは登場していますので、ぜひともそれもね、楽しみにしていてください。はい。というわけで、本日は、ジャンクフードオペラさんからは、ビアッカちゃんのチキンラーメンちゃんとお餅ちゃんの紹介になります。この動画が面白い、楽しいと思えたら、熱い高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあね。